交差点進入直前なら止まれだと思う。いや、黄色は、いいっすか？黄色はですね、停止線を、こう、あれですよ。停止線で基本止まんなきゃいけないんですけど、こう、急にね、黄色になって、安全に止まれるんだったら止まれですよ。黄色信号になって、もう急ブレーキをかけてガーンってなって、で、後ろにもね、こう急に止まってさ、後ろの車もね、危ないじゃないですか、急に止まったら。そういう風に危なくなるようだったら、進めですよ。安全に止まれるんだったら止まれですよ、黄色は。そんなもわかんないの？バカじゃないの？君ら本気で言ってる？だってさ、じゃあね、普通の、じゃあ、例えば60キロのさ、ところで、60キロの道路で、こう60キロで走ってるじゃん。でも、停止線、ね。停止線の、じゃあ、例えばそれで、極端な話でも10メートル前とか20、あ、20、10メートルじゃない。10センチ前とかさ、20センチ前、30センチ前で、ね。黄色になりました。ブレーキそこでかけるのが正解なの。そんな急ブレーキとかさ。まあ、10センチ前とかはちょっと言い過ぎたかな。まあ、制動距離とかそういうものがあるからね。だから1、2メートル前でね、60キロの速度で走ってる車が、もう1、2メートル前ぐらいで、ね。いきなり黄色になって、じゃそれを黄色になったから止まれっていうのはバカじゃない。超急ブレーキになって、車内がガンってなるし、衝撃来るし、そんな急に止まれても、後ろにこうね、走ってきてる人だって、ね、後続車がさ、危ないやん。バカじゃないの。黄色は安全に止まれるんだったら止まれだよ。安全に止まれないんだったら進めだよ。なんかとんでもないアホばっかしかいないの、コメントで。ありょうさ、ありゃさ、レッチャレッパツコアラ、フラミンゴシア、ありゃさ、ありゃさ、なんだよ。先生さんだ。この雑誌をまた2つ送ってあ、雑誌来た。くれたよ。ありょうさん、ぞうざ、ありゃさ、慎吾、悪いけどさ、税務署督促が来てるからね。わかりました。何考えてるの？私はもう何百万って払ったんだよ。わ かりまして。悪いけど、向こうは払わねえかんね。親が生で、吉活。田さん、あれは？ああ雑誌は？ここにあるよ。親が生活していけねえからよ。あんなに何百万も払ってんだからよ。R におめえ50万もくれて、親からはおめえ何百万であんた払わして、50万も払わねえで。冗談じゃないよ、私。そうだっとて、りあえず、あんた追い出すかんね。悪いけど、わかった、私とがりあ生え活。ず、あ？これが2冊、こっち督促。ね。頭おかしいんじゃねえ、あんた。しっかりしたあ、方がいい吉田、よ。ありがとうございます。よくこういう親に恥かかせるね。次から次に。何やってんだか知らねえけどさ。慎吾、納期日は令和1年14日だってよ。それは払ってねえから。1年14日って何？1月14日。1令月和2 14？ 年。納付期限、令和2年1月14日ってなんで1月14日ある。納期限だめ。だから払わねえから来るんじゃねえの？違うもん。なの？なんで1月14日なんだよ。だからそれ、その日に払わねえんじゃねえの、あんたが。違うもん。で、今、令和1年だよね。あれ、2年か。あれ。2年だよ。1月14日に払わねえから来たんじゃないの、督促で。違うんかい。え？わかんねえよ、意味が、こんなの。私はこういうことしたことねえから。まあ、いいや、貸して。はい、どうぞ。どんどん払えよな。そっちもね、おいしそうに払わせんじゃねえど、俺は払わねえど、おめえ生活していけねえんだからな、バカ野郎が。今、おろす金なんかありゃいねえんだからよ。人の税金が、いやね、俺の年金をみんな払ったんだからよ、何百万も。あっためことな。そんなことめしてんだ、出てきてよな、あるに金くれてよ。
親は踏んだり蹴ったりよ、頭がずっとおかしくなっちゃってよ、自分が生活してる金がねえんだよ、おめえ、下ろすんだ。あれこれ払った、あれ払ってるの、こないだ払ったの、払ったんだろ、ちゃんと言った方がいいで。まとめて払ってよね、17万いくら、5000だっけ、俺が入った。あ、わかった。何 ?1 年分、あれ払ってなかったんだ、多分これ。1年分じゃどう？いや、過去5年分の、あれ4枚しかないなって思ったんだよ。だから多分1個、どっか行ったんかもね、家で。だから 1個分がなかったってことだ、多分。あ、そうなん。うん。多分そういうことだと思う。あの、この前払っ、17万いくらとか払ったんだけど。17万5000で、俺が計算してやったんだ、ね。17万5000払ったんだけど。4枚あって。だ4枚で、1年分がなかったんだよ。なんかおかしいなと思って、過去5年分じゃん。だってあれしか減ってなかったけど。じゃあ多分税務署のミスなんじゃない、じゃそれか吉江さんがどっかやっちゃったとか。やらねえやらねえ、そんなことは。絶対やらねえ、私は貴重面。じゃあ多分税務署のミスなんだよ。あんたは見て、その辺に放っとくじゃねえ、封筒入れで、1年分のやつが、4枚しかなかったよ。あんたがそういえば5枚あるわけだって言ったけど、4枚しかなかった。なんかなんで4枚しかないのかなと思ったんだけど。全部言ってればあんじゃん。あ、りょうさんバーガーだっす。あ、りょうちゃんいつもありがとうね、りょうちゃん。うん。ちゃんとやってね、あんた。秩父税務署から。俺税務署嫌いだからさ、悪いけど。おっかないやんた。俺全部さ、払うほど。督促状が来ました。,笑い事やねえで、あんた。ソニーソンポも来てるよ。よし、これタイトルとサムネにしよう。これの方が人来るわ。タイトルとサムネにしようぜ、これ。いや、多分税務署のミスなんだよね、これ、マジで。もし、だ吉江さんがさ、なんか俺に来るさ、郵便物って吉江さんが先に開けるじゃん。開けるよ、心配だから。勝手に。それやめてほしいんだけど。あんたを置いてもダメ。でも、吉江さんから俺渡された時4枚しかなかったからね、あれ。だって、私、あれ4枚しかねえから、税務署が悪いんだよ。俺はそんな。本当に、じゃあ吉江さんが見た時4枚しか必ず。あ、ないよ。絶対4枚しかない。絶対そうだよ。俺はそういうこと。じゃあ税務署のミスじゃんか、これ。ほら、言えばいいじゃん。うん。あの、5枚っていうわけだったんだけど、4枚しかなかったって。まあでも別に、金額的に多分変わってないから、まあ今払えばいいだけだと思うけど。アホかい、そうだね、けど変わってねえんだな。だから俺が計算したんべ、4枚を全部。あんたいい加減な子だから。これはあの、本税のほか、コインがついたんだから、追加税だから。うん。だから私が。あーらっす、だから、匿名の方、電卓でちゃんと私が。熊さんあらっす、だから電卓で全部私が計算して。シンシン、あら、女の子や。だから計算してやったんべ、ちゃんと。うん、私が。私はきちんとしてんだよ、そういうことは。あんたどうせ見てほっぽろかしてよ、おめえ、ふと言う。これ税務署の多分ミスだよ、ガチで。そうだよ、だって1年分なかったんだもん。でも、信号が言ったんだよ。送ってきた時なかったもん。あともう1枚あるわけだって言ったんだよ。うん。だけど4枚だよって言ったんべ。俺見て計算した。くさー、ほんとに金出てくわー。俺また交通違反罪なんで警察ね。警察に7000払って、税務署にもこんな督促状とか。くわー、生きにくい世の中やで、ほんとに。警察はどうしたん？え？侵入禁止で7000取られたんだよ、俺。まあ、これから払いに行く、まだ収めてないんだけど。あんたが悪いからよ、みんな。あんたが悪いからじゃねえ。違う、自分がきちんと生きてるらそういうことねえと思うんだけど。ほんと、俺から金取る世の中じゃないか、これ、マジでや。冗談じゃねえよ。あんたが言うべきことじゃなかんべ。人は、俺がおめえから取られるじゃねえのね。何百万も払ったんだよ、ほら。札束を。ねえ、そのぐらいで来る、7000円とかそんな問題じゃねえよ、私は。自分の年金。督促状、税務署から。私なんか一番かわいそうじゃねえ。あんたがかわいそうじゃねえよ。自分で。でも、あと言っときますけど、これ何回も言ってるけど、別に俺確定申告をしてなかったんじゃなく、あくまでこれ修正ですからね。あの、ここわかります？徴収、あ、じゃあなんて読むんだこれ。調停区分か。これは、あの、確定申告してなかった人っていうのは、修正ではなく、未申告って多分なるんですよ。
あ、無申告って。修正だから、